全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、大外から押して16番レッド若森、3番マーメイドメア先頭に入れ替わります。その後は10番イスキューロン、少し差が開いて12番マッカマーベガス、内から4番ミチルノドリップ、その外7番ホジノヤリラフィー、内押さえて6番若森に奥円、3コーナーに差し掛かろうとしています。内押さえて5番タワワレボーグ、それから1番フランソワ、その外8番アダマスレッド、9番すごいすごい強い、外から差を詰める、内から2番中連アクシス、続きまして15番リミットミューズ。新潟競馬場、ここから長い直線、さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。先頭イスキューロン、続いてマーメイドベアレッド若森、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭イスキューロン、その後マーメイドベアイスキューロン、粘っている、先頭はイスキューロン、迫るマッカマーベガス、マッカマーベガス勢いよく追い上げる、 200m を通過した、マッカマーベガス粘っている、マッカマーベガス先頭、マッカマーベガス押し切ってゴール、勝ったのはマッカマーベガス、鞍上は石橋周騎手、勝ち時計1分30秒8、マッカマーベガスブリーダーズカップを制しました。2着タワワレボーグ、3着は混戦の模様です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。フォーダッシュはポジヌーを BR3、
まず何が行きますか。内から押して5番スターアルテミス、6番モンツァライト、かわして先頭。その後は2番ポンタフルフレア、それから1番チャプサン、続きまして8番ビーアースリー、内押さえて7番ポジルオー、1番人気3番マシンジャスタ、この位置離されて最後方4番バルパスクーチ、1、2コーナー中間、ここから先頭までは10馬身以上。先頭は6番モンツァライト、2コーナーを抜けて向こう正面、後ろに2番ボルカフルフレア、5番スターアルテミス、後位をキープ。少し差が開いて8番ビーアースリー、そのうち1番チャキサが、少し差が開いて7番ポジルーオー。 1000m の通過タイムは1分1秒2、1番人気3番バシンジャスタ、この位置3コーナーに差し掛かろうとしています。4番バルパスクージ、やや離れて最後方、先頭は変わらずモンツァライト、さらに2番ボルカフルフレア。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、若干リードはモンツァライト、マシンジャスタ、苦しい展開になった。先頭が変わった、ボルカフルフレア伸び足がいい、ビーアースリー、このまま押し切れるか、ビーアースリー差し切ってゴール。勝ったのはビーアースリー、鞍上は松山晃平騎手、ビーアースリー、ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着スターアルテミス、3着は混戦の模様です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何が行きますか。最内から押して1番ホライズンエリート、2番ドロンコダイス、かわして先頭。その後は3番ライジンビッグボス、これを見るように外側、4番ミチルノミサキ、外を抑えて5番スカイウィング、1番人気6番ヘラクレス、この位置最後方は7番ヘベレケカノン。1コーナーをカーブし終えて2コーナー、ここから先頭までは9馬身、先頭代わってドロンコダイス、これからバックストレッチに向かいます。後ろに3番ライジンビッグボス、1番ホライズンエリート、後位をキープ。少し差が開いて4番ミチルノミサキ、1番人気6番ヘラクレス、この位置5番スカイウィング。 1000m の通過タイムは59秒5、最後方は7番ヘベレケキャノン。各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭は依然ドロンコダイス、後ろに3番ライジンビッグボス、1番ホライズンエリート、後位につけました。1番人気6番ヘラクレス、この位置からの競馬、4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、 200m を通過した。先頭が変わった、ヘラクレス伸び足がいい、ヘラクレスこのまま押し切れるか、逃げる逃げる、ヘラクレスヘラクレス押し切って降臨。
勝ったのはテラクレス、鞍上は田辺裕信騎手。テラクレスブリーダーズカップを見事勝利しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。フォーダッシュはストロベリーパール、藤野ジャッカル。まず何がいきますか。早くも先頭13番藤野ウエスト、これに続いて2番ディーファンネル、11番ネコネコ後位につけています。内から9番ユーソウル、内側4番ソードマイスター、10番モンザクラウン、少し差が開いて7番藤野ジャッカル、そのうち3番エリザベート、これを見るように外側5番中年ミラクル、少し差が開いて6番ストロベリーパール。各馬1コーナーに入っていきます。1馬身相手1番パトカン、外から12番セルフィーユ、最後方は8番ピンクローター。13頭1段です。もう一度先頭から。先頭は9番ニューソウル。1000m の通過タイムは1分0秒2。これから向こう上面に入ります。後ろに4番ソードマイスター、13番藤野ウエスト後位をキープ、1番人気11番ネコネコこの位置、2番ディーファンネル、その外10番モンザクラウン、これを見るように外側7番藤野ジャッカル、内押さえて3番エリザベート、後ろに5番中連ミラクル。各馬第3コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて6番ストロベリーパール、それから12番セルフィーユ、1番人気ネコネコ現在3番手、1馬身相手1番パトカン。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線勝負、400を切って先頭ユーソウル、そしてネコネコ、ネコネコ突っ込んでくる。残り200を切りました。ネコネコ頑張っている。藤野ウエスト追ってくるが厳しい展開。ネコネコ堂々と合輪。勝ったのはネコネコ、鞍上は荻野拓磨騎手。勝ちタイムは2分9秒7。ネコネコブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着藤野ウエスト、3着は混戦の模様です。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはマタギニッチョ、スカイステルス。まずは先行争い、9番マタギニッチョ先頭に立ちます。2番手11番スカイステルス、12番菊一文字2番手に変わります。3番ウルトラソーダ好位をキープ、少し差が開いて6番ブーリカ、7番スムルナーリア、この辺りが中段。これを見るように内側2番クオースの力、外から5番ザマギハグレメタル、その外8番グレイトビジョン。各馬1コーナーを目指します。続きまして10番チャチャマル、1番人気4番スムルネイア、この位置遅れて最後方1番焼きそば。ここから先頭までは10馬身以上。もう一度先頭から見ていきましょう。 1000m の通過タイムは58秒7。これからバックストレッチに向かいます。主導権は9番マタギニッチョ、後ろに3番ウルトラソーダ、12番菊一文字好位をキープ、1馬身相手11番スカイステルス、少し差が開いて6番ブーリカ、2番クオースの力、真ん中あたりにつけています。外から7番スグルナーリア、内側5番ザマギハグレメタル。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて8番グレイトビジョン、続きまして10番チャチャマル、1番人気4番スグルネイア、この位置からの競馬。4コーナーカーブから直線に向きます。先頭はわずかにウルトラソーダ、400を切って先頭ウルトラソーダ、その後マタギニッチョ、マタギニッチョ追い上げてきた。スグルネイア苦しい展開になった。マタギニッチョ粘っている。マタギニッチョこのまま押し切れるか。マタギニッチョ先頭でゴリ、勝ったのはマタギニッチョ、鞍上は亀田ハート騎手。勝ちタイムは2分8秒6。マタギニッチョブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着クオースの力、その後3着ウルトラソーダ。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、3番パステルグリーン花を奪いに行きます。12番ヤマタノオロチかわして先頭、17番ピエロ先頭に入れ替わります。18番ダヤトリーマントラ先頭に入れ替わります。
内押さえて7番キャノンコトブキ、4番オレンジ君、続きまして14番レムノジェネロジテ、続きまして16番夢緑、1番人気8番ダバリアン、この位置内押さえて2番ブルーテトラ、これを見るように外側10番条件プトン、3コーナーに差し掛かろうとしています。外を押さえて15番エミズクローク、外を押さえて5番フルーツメイビー、外から上がるのはキラーパンサー。4コーナーカーブ直線コースに入ります。さあ直線の攻防、400を切って先頭ダヤトリーマントル、そしてピエロ 200m を通過した。依然として先頭はダヤトリーマントル、ここで先頭が入れ替わる。カノンコトブキまとめてかわした。カノンコトブキ差し切って合理、勝ったのはカノンコトブキ、鞍上は牛沢智春騎手。勝ちタイムは1分17秒9。カノンコトブキブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着以下は混戦となりました。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレースブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。14頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、4番サクセスハーモニー花を奪いに行きます。3番アウトザブルーかわして先頭、その後は10番西野フラ、13番ジェットリ好位につけています。外から9番オニサスライ、その外12番ヒュートップガン、14番ドキドキステップ、この辺りが中段。少し差が開いて6番ミュージカルカール、少し差が開いて7番おいしいタルト、少し差が開いて1番ママラ、後ろに8番アルルカン、5番ウルミンファルコム、その外11番タカノララガイ、2番トライアルウィング後方桜舞う小倉競馬場。ここから先頭までは10馬身以上。1000m の通過タイムは1分0秒0。もう一度先頭から。先頭は3番アウトザブルー。後ろに10番西野フラ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。13番ジェットリ、好位をキープ。内から9番オニサスライ。4番サクセスハーモニー。続きまして14番ドキドキステップ。これから向こう上面に入ります。12番ヒュートップガン。この辺りが中段。これを見るように内側6番ミュージカルカール。3馬身相手7番おいしいタルト、外から1番ママラ、3馬身相手8番アルルカン、内から5番ウルミンファルコム。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて11番タカノララガイ、2番トライアルウィング後方、主導権は3番アウトザブルー、後ろに10番西野フラ、9番オニサスライ好位につけています。14番ドキドキステップ好位につけました。4コーナーカーブ直線コースに入ります。さあ直線の攻防、
3頭が固まり直線勝負。アルルカンまだ動かない。ここで先頭が入れ替わる。ドキドキステップ粘っている。オニサスライ追ってくるが厳しい展開。ドキドキステップドキドキステップ先頭でゴリ。勝ったのはドキドキステップ。鞍上は太宰圭介騎手。勝ちタイムは2分35秒3。ドキドキステップブリーダーズカップを制しました。2着ママラ、3着ブルミンファルコン。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。早くも先頭1番プリマファキエ、2番手11番パリオーゼ、2番アナベルミヌエット2番手に変わります。そのうち6番キューエスプレッソ、内から3番レールガン、12番晴天の霹靂、その外14番ボタンダセクシャル、8番マルタックル、内から差を詰める。内から5番ポポジャーニー。400を切って先頭プリマファキエ、その後アナベルミヌエット。プリマファキエ粘っている。先頭はプリマファキエ。 200m を通過した。先頭が変わった。ボタンダセクシャル伸び足がいい。ボタンダセクシャルさらに差を広げにかかる。ボタンダセクシャル押し切ってゴール。勝ったのはボタンダセクシャル。鞍上は三浦康生騎手。勝ち時計53秒6。ボタンダセクシャルブリーダーズカップを見事勝利しました。2着スターシアターズ。